おはようございます。ってことでね、時刻は、2023年12月10日、時刻は午前8時27分、まあ8時半ですね。おはようございます。さあ、ってことでね、この向こう市、京都府向こう市からね、2日目スタートということですよ。改革で休んで、さあこれからね、どうしていこうかってとこなんですけど、フォローカルのデイ2がね、残ってるところ、ね、まず回っていかないといけねえなってことで、で、デイ2、残ってるところ、主要なところだと、あと、漫画ミュージアムか、京都漫画ミュージアムと、あと、京セラ美術館か。で、高島屋と、いった感じですね。なんか高島屋もだいぶグッズ、その時間に行っちゃうともう怪しそうですけど、ただ予約制なんでね、もう予約は取れないんで、そうなるともう、順番的には多分、漫画ミュージアム、美術館、で、最後に、高島屋っていった感じになるのかな、と思っております。まあ、ちなみにね、この向こう市も、市街地はもっと奥の方らしいですけど、この辺りロードサイド店がね、非常に多いんで、案外不便は少なかったですね。コンビニも表も近くにありましたし、作戦としてはバッチリだったんじゃないかなと。とりあえず、昨日、乗ってきたのと同じ、ああ、またバスがね、曲がっていってますけど。で、普通ならね、また京都に戻ってくってなると、武田駅の方に、行くバスに乗ってく予定になるのかなと思ったんですけど、ですから、今バスが来てるあっち側ですね。だから反対車線側の方に出ねえだなと思ってたんですけど、どうもこっち側の車線の方からそのまま、四条大宮の方に出れる、やつがあるらしいんで、ワンチャンまだ朝8時半と早いんでね、すんなりと行けるんだったら四条大宮から、もう一回三船屋をね、朝一に行っとくっていうのも手ですけどね。あと、どっかで、そのレターパックを出しちゃわないといけません。着替えとかね、レターパックで送れる、小荷物、小物とか、途中で買ったね、やつとかが詰め込んであるんで、これをね、どこかで、なんならもう発送準備は整えてあるんで、あとはポスト入れるだけなんでね、どっかポストが出てきたら、とっととこれ入れていきましょう。よいしょ。ちょっと分厚いんでね、でかいポストでないと入らなさそうやけど。よいしょ。おー、しっかり走ってく。
うん、改めてポストを探してみるとポストって見当たらないですよね。あ、これ昨日食べた飯屋食堂さんですね。奥に坂あるんだ。お、まーちゃんが見えてきたね。もうすぐバス停ですね。バスの時間だけどうかだな。とりあえずバス停向かいましょう。